まだ横澤チャンネルでも行ったことない未開の地カンボジアに向かっていこうと思います。メインイベントまで0円チャレンジあります。なんかうまくちょっとカジノの仕組みとかを理解してできれば0円で行きたいなっていう、今日は3000ドルのこれもシングルデーのトーナメントがあって、目標2つですね。リエントリーしないことですね。目標2がピンマネすること。リエントリーします。ドゥゲン、ゴールイン立てなさすぎてやばいっす。ありがとうございます。というわけで初日5000ドル2回飛び、2日目3000ドル2回飛び、いいとこなし、4連続ノーインまでだし、なんか泣かず飛ばずって感じで、見てくださいこちら、全部で多分40個ぐらいトロフィーあるんですよ今回のイベント。1個ぐらいくれよ、自分の力で勝ち取らないと。あ、そっか、実力で勝ち取んなきゃいけない。そういうことです。というわけでこれから出るトーナメントなんですけど、なんと最もトロフィー獲得率が高いトーナメントです。今日出るトーナメントが1万ドルスーパーハイローラー。ここまで1万6000マイナスなんですよ。このトーナメント一発インマネすれば戻します。確かに、はい、ちょっと僕の今回の、まあ、残金的にですね1回までとさせていただきます。今回はリエントリーなし、まあ、優勝したら絶対10万ドルいくと思うんで気合入れていきましょう。夢あるね。夢ありますよね、いつも以上に集中してプレイしていきたいと思います。結構本当に気持ちは背水の陣って感じです。気合入れて頑張っていきたいと思います。スーパーハイローラー社長、You get a 30 minute massage too. すごいですよこれ、あの30分無料マッサージついてくるらしいんで、横澤ゼロ円チャレンジ中にマッサージ受けられることも確定しました。テーブルは明らかにあんまり良くはないですね。このチームは何ですかね。いるじゃないですか。渡辺さんは普段トーナメントやらないですもんね。そうなんです。これはですね、タイムバンクチップというものでして、1人30秒以内にアクションしなくちゃいけなくて、30秒経つとこれが1個取られちゃうんですよ。なるほど、まあ、より実力系になりますね、やっぱりあの30秒で考えるのは結構大変なんで。そうね、はい、30分ただけんマッサージ。渡辺さん、これとご飯交換出てもありますよ。なるほどね、ご飯ね、検討しててください。結構な価値あるんじゃないですか。なんと最初の2時間で52万点になりました。やったー、熱い展開だと思いました。まあちょっと浮かれずに、マジで本当にインマネまで遠いんで、トーナメントの基本は経過は関係ない。どんだけチップ増えようが最後インマネしてるかどうかのが重要なんで、チップ増えてるのはもちろん嬉しいですけど、あくまでも仮定なんで、結果にコミット横ザップこれでいこうと思います。トーナメントは序盤ブラインドが安くて後半ブラインドが高いんで、序盤でどんだけついてても後半ついてなかったら一瞬でチップなくなっちゃう、肝に銘じてやっていきましょう。
Now you can change the action. You can change the action. Yes. He's got all his options. Pass. お疲れ様です。渡辺さんがいない間に10分増やしておきました。お、すげえ。70万近くあります。69万ぐらい。完全に実力ですね。そうです。あ、つきました。さっきめっちゃ難しいカンプがあって、うん、僕 SB だったんですよ。ショートなんですか。 15BB14BB ぐらい、うん、だって SB が持ったらオリンしません。僕は最終決断した理由としては、まあ、そもそもアーリーアクションしちゃった人をいじめるのはかわいそうだなって思ったんですよ。僕がここでコールして左の人をオレにさせられて、僕がキングスをショーして BB の人が最悪だみたいな、お前がオレにするなら俺降りてたよみたいなって言ってエースクイーンとか見されたら、なんかかわいそうじゃないですか。しかもなんかそれでエースとか引かれそうじゃないですか。なんかわかります。なんかいろんなこと考えた結果、いや、ここは気持ちいい選択肢をオールインしたんです。そしたら BB がえへへとか言って降りてえへへとか言って、そしたらスリーベットしてたおっちゃんがスナップコールしてきてジャックスだったんですよ。で勝ってチップめっちゃ増えたんですけど、まあ結果オールインでよかったのかなっていう難しいハンドがありました。なんかその金の斧銀の斧みたいな問題に見えたんですよ。私が落としたらただの斧ですって言って、正直者の中には27万点をあげましょうっつって27万点くれました。神様が27万点くれました、まあ、幸先はいいっすね。いいんじゃないですか。アベレージ36万点横澤はアベレージ倍近く持ってます。頑張ります。Come on guys, what are you doing? Come on. All in? I had a better. I'm just kidding. I won. お疲れ様です。ついにエントリー締め切りしました。生き延びました。エントリー締め切りまで64人参加、31人残り、半分切りましたね。アベレージが51万点なんですけど、僕124万点持ってます。お、すげえ。熱い。めっちゃ増やしました。5倍。おお、やばい。こんなこともあるんですね。相手がミスってるのがめっちゃ助かってますね。ヨーロッパとかアメリカでやってる時ではありえないような勝ち方が結構いっぱいあるんで、これはやっぱりかなりエッジが出てるって感じはしますよね。でいつ進出見ててください。頑張ります。おっし、いけるいけるい。頑張れ。めちゃめちゃ増えてんじゃん。めちゃくちゃ増えました。めちゃ増えてんじゃん。160万点以上あります。おー、気持ちいい。あと18人です。10人から今ね、熱すぎませんか。この辺からちょっと変わってくるね。だいぶみんな今ね意識してます ね。ミニマム1万9000ドルなんで激レガス。渡辺さん、僕の頼りの綱にしてた VIP ラウンジの豆が
ビプランジ閉まっちゃってて、この時間センズがなくなった、センズがなくなりました。僕もなんでちょっと今日手に入れた30分マッサージ券を渡すので、お金に変えたいと。いや、ご飯を奢ってくれたら大丈夫です。ご飯ね、はい、OK、いいですか、お願いして。はい、ゼロ円チャレンジなんですけど、お腹空きすぎて死にそうなんで、この時間までさすがにやってると。マルゲリータとポップコーンチキン頼んでシェアしませんか。いいよ。じゃあマルゲリータ&ポップコーンチキン、これ20ドルなんで、OK、OK、まあ絶対元は取れてる。 OK、 じゃあ、はい、行ってらっしゃい。10分頑張ります。いってらっしゃい。生まれまであと7人になりましたよ。どうですか、残り13人ですよ。行くよ。十分にでかくない？嘘だったら何でもない気持ちですか。ドラムだったんだ。ほんまね。もしかしたらそこに見えるのは僕のご飯じゃないですか。いいんですか、こんな美味しそうなハンバーガー食べさせていただいて。夕ご飯にありつけるのはいつぶりだろう。横沢のゼロ円生活を照らしてくれる光ですね、これが。アブルで食うハンバーガーが一番うまいですからね。アブル付近で食うハンバーガーが最高ですね。で、うまいの。うん、もううまいんだ。ありがとうございます、お恵みいただきまして。1万5千3万。はい、言うて僕ももうアベレージで近くまで落ちてきちゃいました。正直何もできないです。この宅の人たち結構みんな気合入ってるんで。やりづらいですね、これ築してるのチーパブルなんだから。 これは何が起きたの。残り12人で、あとご飯で今日終わりです。まだやらないです。 Thank you, sir. You also want to go back to the home? Yes, of course.ここでシーズン。僕が A シーズンダンスを踊ったことによって、みんな僕が A シーズン持ってたら嫌だなって思って降りてくれました。プレッシャーはね。まあとりあえずね、で、いつ進出。とりあえず銀マネはまだしてないですけど、上出来なんじゃないですか。残り2人、あと2人銀マネ12人、アベレージ137万5千、は100万5千。まあ言うてアベレージちょい下ぐらいです。全然悪くないです。全然戦えますね。まあ、でも本当に今日序盤めちゃくちゃついてて、後半の失速エグかったんで、いいタイミングで終わってくれたって感じしますね。なんか仕切り直しで、はいはい、明日からまたリフレッシュした気持ちでやりたいですね。今日明日始まる前に残り10人ぐらいでの ICM ちょっと予習復習しておきます。ありがとうございます。というわけで1万ドル参加費のスーパーハイローライベントで、なんとデイ2に進出しております。そしてですね、ただいまの残り人数がなんとですね、見てください、66人中残り11人でアベレージ150万点という風になっておりまして、なんとインマネが10位からです。優勝賞金はなんと19万ドルということで3000万円近い金額です。昨日デイ1終了間際にですね、残り2人でインマネっていう状態だったんですけど、デイ1を終了した時点でですね、もう1個のテーブルでなんとショートのプレイヤーが1人オールインで飛んで、あと1人ということでインマネです。しかもですね、こっちのテーブルにですね、めちゃくちゃチップの量が少ない人が1人いるんですよ。数 BB みたいな。で、僕が 25BB なんで、まあ、とはいえ僕も飛んじゃう可能性はあるんですけど、正直もうインマネは絶対にしなきゃいけないので、とにかく固くやるしかないですね、もうこれはね。というわけで僕のこのちょっとかっこいいテーブルでハントが始まります。グラガイズ、ラック、ラック。おはようございます。渡辺さんじゃないですか、これは。これはすごいところにいるね。はい、そうなんです。あと一人でインマネです。おお、はい。なんか何持ってるんですか。それはそうと、もう買ってきたよ。え、いいんですか。アイスマキアート。え、スタバスか。スタバ。え、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。助かります。インマネできそうです、これで。オリオリ入ってます。さあ、やばいっすから僕。ビリケツになっちゃう。僕ビリケツになります。
あの人が飛んだ直後に喜ぶのはそうだ、ね、ちょっと不謹慎ですけどよしとはいえよし。しかも僕ショートなんでよかったとりあえずインマネーインマネーしました、はい、やったいくらですか19,027ドルめっちゃでかいでかいはいめっちゃでかいここからは僕がチップ量だいぶ少ないっていうのもあるし、うんまあ、言うて1人飛ぶごとに2500ドル上がって次めっちゃ上がるわ4000ドル、うん、今は1人飛ぶごとにジャックポットタイムですよ、うん、上がる一歩上がる一歩で片手やんなきゃいけないんで強いハンド入れて1回トラップしたいですね。でもさ、これ一番ビリの人って怖がる必要ないから逆っす。あ、そうなの？ビリの人ほど本当はめっちゃ慎重に行かなきゃいけないんですよ。そうなの？だからさっきのあの人は1号オフでオールインしてたんですけど、あれが厳密に言って良くないですね。ビリの人ほど耐えなきゃいけないっす。そうなの？しびれますね。正直楽しいっす。楽しい。楽しい。よくね、横澤チャンネルで言われるんですよ。なんで横澤は強いハンド来るまで待たないんだって。待てないんですよ。減ってくれどんどん。一周125Kなくなる。12万5000点なくなるんですよ、一周するだけで。皆さん、人生も一緒ですからね。チャンスを待ってるだけじゃダメなんですよ。 100% 確実に勝てる、そんなシチュエーションをあなたも待っちゃってませんか？違うんですよ。 50% の勝率があると思ったら行かなきゃいけないんですよ。人生は冒険だ。苦手の宗教家か。そうっす。お、ファイナル行った？ファイナルバスケ？ファイナルですか？ファイナルです。しかもちょっと増えて、ちょっと増やして、推進すぎだ。オールインをされずに一番いい展開ですね。あるなこれ。急に兆しが68万点。引き続き多分僕がビリッケツなのに変わりはないんで。あんま変わんないかじゃあ。変わんないっすね。でも一人飛ぶだけでフライズいくら上がるんだこれ。残り9人19,000じゃないですか。フライズジャンプないんだって。こっからやばいよ。1万6000。この5ヶ月の間にファイナルテーブルにしたの5回目なんですよ。月1ファイナルのペースでここまで来てて、1回もまだ優勝してないんですよ。しかもここまで順位が3位、3位、4位、5位って落ちてきてるんですよ。これは6位かもしれないですね。3、3、4、5なんで今。今状況としては20人、4人、あとの5人はなかなか飛びそうもないけど、6位はいい目標ですね。現実的、現実的。気づけば残り7人。早っ。
あなたは何もしてないのに。はい、これが他力本願です。入門。しかも僕もチャラになりましたよ。これ7位になったんで、今回の旅、はい、戻しました。戻した。あとは上がるだけです。6位。有言実行とはこのことっすね。ほぼほぼ他力本願寺。いやいやいや、ちゃんと書いてます。他力本願寺ですけど、耐えてますからね、このね。耐えも実力。耐えも実力ですよ。だって何もしなかったら4周でチップなくなっちゃうんですよ。そうですね、渡辺さん、周りのスタッフと僕のスタッフの差を生き延びたって感じしますね。これがペイシェントですね。ペイシェント大事なんですよ、これが。ここまでって言霊ってあるじゃないですか、言霊ね、はい、僕が6位って言ってるから、このまま6位で飛んじゃう可能性が出てきたんで、ちょっとこっからは優勝に切り替えていこうと思います。言霊を優勝に切り替えて、僕は優勝します。この後優勝します。ちなみに優勝した時の賞金、今まで僕が言ってなかったので19万ドルなんですよ。19万ドルですよ。面白くて、僕の人生最高獲得賞金が WSOP メインイベントの18万8千ドルなんですよ。で、2位がこの間のバルセロナのセカンドチャンスで取った18万何千ドルなんですよ。だから19万ドルはなんと1位なんですよ。でこれ19万取ったらこれが1位になります、はい、めっちゃ良くないですか。優勝でレコードというか、いやー、32,385。まあまあまあ、165万ぐらいがピークで、そっから1回も増えなかったんですけど、6位まで残ったんで、耐えた方っすね、これは。確かにベストというわけで、これからポーカープレイするみたいな形で賞金を出されました。6位で32,385ドル、まあ約480万円ぐらい賞金で終わってしまいました。まあまあいいですね、正直言って。今回の旅これでプラスになったし、まあ、100万近くかかってますね、多分ね。まあ、今回ちょっとねドルが少なくて不安だったんですけど、これでちょっと資金が潤沢になったので、明日以降のトーナメントとか、まあ、キャッシュゲームもぼちぼちプレイしていこうかなという感じですね。明日も実は1万ドルのハイローライベントがあって、でメインがあって、あと5000ドルのハイローライベントもあるんで、まだまだこっからトロフィーチャンスいっぱいあると思うんで。いや、それにしても本当に3位、4位、5位、6位、面白いですね、人生って。言霊になっちゃった、言霊になっちゃいましたね。まあ次は本当にそろそろ1位をね取りたいって感じですね。応援ありがとうございました。頑張ろう、次のドラメも。ついに新宿に日本最大級のポーカールームフリップスがオープンしました。なんとですね、フリップスというポーカールームは、僕たちが作ったあのルースというポーカールームが全面協力させていただいたポーカールームでして、新宿のね超一等地に巨大ポーカールームが誕生してしまったと。見てくださいよ、超広いです。こちらなんとですね、プレイオープンの期間中には1万2000人の方が応募していただいたらしくですね、もうとんでもない倍率で、あの全ての方に遊んでいただくことができなかったんですけど、今回このプレイオープンを経て皆さんに遊んでいただけるようになりました。こちらのフリップスではですね、ルーツのトーナメント主体の、システムとは違ってですね、こちらはいつ来ても遊べるようなリングゲーム、そしてチップを預けてまた次の日遊ぶこともできるというような長く遊べるお店になってます。しかもアルティメットテキサスホールデムだったりとか、あとはビデオポーカーみたいな普通のホールデムとは違うゲーム、あとオマハ
ミックスゲームみたいないろんなポーカーを楽しむことができるのもこの店の特徴です。そうなんですよ。しかもですね、予約必要ないんですよ。お手元のスマートフォンにウェイティングリストというアプリをダウンロードしていただければ、当日ウェイティングを登録することでなんとすぐに遊ぶことができちゃうんです。営業時間や実際の登録方法などに関してはフリップスの公式 X で確認することができますので、ぜひそちらもフォローしてから遊びに来ていただけると確実だと思います。ではフリップスでお待ちしております。来てねー、来てねー。1バンドルシングルデイハイローラーに挑戦していきたいと思います。マジして1時間ぐらいしかプレイしてないのにいろんなことありすぎでしょ。怖すぎです。ちょっとメインイベントが開催されます。マジでタコ好きしてて今見てください。マジでつきまくってますね。やりたい放題ですね。